宇宙人狼はハマンゴマッシュ。今日の宇宙人狼は泥酔人狼会です。みんな酔っ払って宇宙人狼をしています。そして3人で開発しているインディーズゲームということでバグも多いこのハマンゴマッシュですが、今回は特にバグバグのバグにやられながらもなんとか推理したベリーハードモードアマンガスになっております。そういえば最近ルール説明してなかったので今日は久しぶりに、また今度にしましょう。望むところなんかい。じゃあ行きますね、次とりあえず。はーい。はーい。これ俺もね、酔い冷めちゃったからさ。いやもうダメだ。ダメちゃう。マジちゃんと飲んでみんな。ちゃんと飲んで。ちゃんと飲んでみてんだよ。グルメ。はい。どうしよう。とりあえず右やるか。ダウンロードしてウェポン。この2つの長いタスクを。最初にやってしまおう。んで、いや、早すぎ、早いよ。どこ？おいおい。硬さこ多いでしょ、てし。どこ？あ、マジで。そうやって。え、待って、誰？え、タラチオも死んでんじゃん。タラチオの話すかもしんねんじゃん。タラチオも死んでるね。うん、どこ？とりあえず先話すね。アドミンで死体がありました。うんうん、はい。で、俺は先にストレージの誰の死体？あ、ごめん、ハタサコの死体がありました。うん、はい。ハタサコね。で、ハタサコ、俺はね、ストレージの下向かったのよ。うん、で、ハタサコがアドミン入ったのも俺見たのよ。うん、もう見た。で、それで俺下行って、で、俺もアドミン見ようと思ったら、ハタサコの死体があったから、うん、ほぼほぼ弁当だと思ってる。え、もしか。上から来て殺した後に弁当入ったと思ってる。なるほどね。七子さんの後から入ってるって感じね。はい、うん。最初これ最初に洗ったらいけるんちゃう？あ、そう。うん、あなんか俺はアドミンの方から小色ズズかな？なんかカフェテレに抜けてきたから。うん、小色ズズ。はい。そう、行ってないって、ずーっと上の方に行ってよ、カフェテリア。ああ、そうなんだ。じゃあ、2人とも。嘘ついてる！嘘ついてる！どっち上、カフェテリア。どっち上？せー、右上、左上。右上かな？右上。私、右上でタスク2個やってたけど、いなかったよ。ズズだ！左上にタスクなくない？左上にタスク、まあまあまあいいでしょう、そこはまあ触れないように。左上、右上、カフェテリアの左上ってそんな一番最初に出るかな。まあ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 。でもちょっと待って、トリッピーは？あ、フルコンはウェポンのタスクやってました、初手。あ、俺ね、初手ね、ストリートからロアエンジ行って、オーツなったから戻ったけど、エレクトリカルのちょっと左ぐらいの廊下ぐらいだから完全にちょっと外れてます、今回は。マジで不明瞭なのはアドミンが思いっきり殺してるくせになんで O2 鳴らすねんっていうのはすごい思ったんだけど、まあね、うん、相方とミスったんじゃない。もうそんなこと謎に思うような場所じゃないでしょ、もう酔ってんだから。うん、他はタラチオバケユカは、今の言ってない人怪しいよ、最後まで言ってない人怪しいよ。カフェテリアの弁当の上、弁当の上、弁当の上。おっとおっとタラチオ本当、アヤポンドさん、タラチオ、私カフェテリア右上のタスク、はい、意味わかんない、俺に入ってんの意味わかんない。タラチオは死んでたわ。お前が言ったのかい、バカだな。いや、まあいいや、結構わかんないな。あれだな、なんか割と初手むちゃくちゃにすると分からんな。意外と結構むちゃくちゃになってる。ちゃんとこれやっちゃう。右上に何だこいったよ。マッドベイちゃんといってる。あ、これメッドベイとエレクトリカルに一人ずついる。これキルはしてないかな。バキューコがやってる。コーヒーボタン。メッドベイで。エレクトリカルも一人いた。はい。まだ1分経ってないから、とりあえず一旦出るか。んで、はい、セキュリティで誰か見てくれてて。バグった。
まだ。はい。残念。フルコンさん今日バグるね。うん。いいうん、あるから。はい。一応、あ、さっきの状況をもう一度確認したくて、7個が、うん、ハタサコをキルしたのはベントだと、確定している。うん、その、思ってるってことかな、単純に。うん、もう一回状況、7個の状況を教えてほしいかな。俺は、初め冒頭下に行ったの、下に。で、下に行ったら、あのアドミンに下に黙ったな。あの下に行った七子さんがいるわけ。下って言ってるよね、うん、下のこと。で下であの下って言ってるわよ。にアドミン戻ろうと思って戻ったらハタソが死んでたから、ここの期間めっちゃ短いの。うん。で暴れて短いからあの殺しすごいさっき殺したばっかなんだろうなと思って、そう思った時に多分ベンドで移動したのが一番可能性高いんじゃないかなって思ってるって、うん。なるほどね。アドミンも一緒に入った人誰もいなかったんで。カフェテリアの弁当の上にいたっていうバケユカと、うん、カフェテリアの右上を作業してたっていうアヤポンズさんは見合ってないの、うん、お互い見てるの見えてない。さっきねそれで試そうとしてさっきの時にもともと最後にいた位置に立ってみたら弁当が見えなかったから、ちょうど見えないが本当のこと言ってるのかなって思ったよ。本当です。ああなるほどね。まあ、まあ、距離的には見えない位置だった。バキユカだったとして弁当に立つって言うかなって思うことあるけどね。うん、まあそうだね。インポスターだったら、まあ、そんなところに何のために立ってたの。なそうそれは気になる。うん、いやこうカパって出てきたらすぐボタン押そうかなと思って。やばい出ねえ。出ねえ。下から見えるんやから。出て黙ってたら出てくる。出ねえよ。見えてんだ。黙ってたら出る。ああ意外とわからんな。でもなんか難しいそうなんだよな。なかなか絞れないですね。ねえ、普通に。タラチオもそうなんだけど、タラチオがどこで死んだかみたいな問題があるもん、ね。タラチオも今日は、ね、全然見てない。タラチオ見てないよ。見てない。左は来てない。うん。ああ、ごめん。でももしかしたらアドミンの右は来てない。ごめん。いや、ウェポン来てないと思う。隠れてたってこと？あなるほどね。ああ、奥で。殴り切るか。でもそしたらさ、ハタサコが見つけるんじゃないの？タラチオ。だからハタサコと同時に。アドミンで殺された可能性あるんじゃない？ダブルキルってやつ。あ、なるほど。それしかないから。まあ、わからんな。難しいね。難しいっすね。この脳みそじゃ無理だ。意外とむずいぞ。きつい。うえ。これ普通にむずいな。うん。で、これちょっとどうしよう。よくバグるな、今日は。ちょっと。と見ました。でこう行って、おーリアクターが鳴る。ちょっとカウントサッシュだけさして、うん、うん、ウェポンズに2人いるけど大丈夫、うん、大丈夫、おーい死んでないか。あズズ、うん、やってなかったわ。ずっと誰かがいたはずね。ポン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 、はい、ずっと誰かがいたはずなんだが、ずずタラチオ、うん、まあこのタイミングではいけるかな。うん、タラチオ OK。 ずずタラチオ、あれタラチオ、あれん？え？タラチオ？ん？死体が見えてる。ん？押しちゃった。おお！え、どこ？待って、これ6人場目なってんじゃん。どうなってんの？やべえ。タラチオが、セキュリティのカメラのとこで死んでました。タラチオ知らん。あ、タラチオだっけ？誰だっけ？わかんない。誰かは知らん。ハタサコがセキュリティ。バケユカさ、トリピレス。バケユカさ、死んでたよ。トリピレス、バケユカリアクターで俺見てるんだけどさ。うん、私も見た、ギリギリ鳴る前ぐらい。うん。戻ったってこと？リアクター直して、で、うん、覚えゲーのやりかけのやつ消化して、うん、で、その後、ロアエンジンから、うん、ストレージ側に行こうかなってしたと、違う、エレクトリから入って作業して、で、トリッピーが、なんか、トリッピーが、ロアエンジンにいたから、トリッピーを殺してそうだなと思って、うん、テラゾーと一緒に、
ロアエンジンとか、うん、セキュリティとかリアクターを見に行こうと思った。ちょっとロアエンジン行ってないよ。え、なんでテラゾーと俺はストレージからコメント、うん、誰一緒にいたの。バケーカと小色じゃん。小色ちゃんじゃない。バケーカ、小色、アヤポール、最後ロアエンジンなる直前いたよ。じゃあそれだ。うん、え、俺は今コミュニケーション直しに行って、うん、フルコンさんがアドミン、うん、上の方からストレージからコミュニケーションしたよね。今フルコン生きてるよね。俺あのさ生きてる、あの、はい、俺さアドミンで右の方に人いるの見て、あの右の方行ってタラチオとズズがナビゲーションで作業してるの見てたんだよ。ずっとタラチオも死んでるでしょ最初。そうだからね、もう何見てんのかよく分かんなくたらズズも死んでて、もう俺も死んでんの、俺霊界にいんのかなって。何してんの。だズズもね、ズズね、でも右の方で死んでる。死んでるとしたらだけど、みんな左にいるんよね。でもトリピだと思う。トリピだと思う。いや待て、俺はね、まあ、バケーカかどうか分かんないけど、トリピは違うってことは言いたい。うん、うん、ただまあ初手のなんか弁当の上、俺はね、リアクター直したのがトリピとバケーカです。で確かに確かにバケーカはリアクターの真ん中のタスクをしてる感じはあった、うん、で俺はバケーカを初日怪しんでたから、ちょっと離れながらついてってロア一緒に行った。もう一回話そう。入れよう、うん、あ、話せるこれ、時間ある。いや、あのね、大丈夫、あのなんとかなる。リアクターかコミュニケーション、どっちか。やば、これさ、絶対インポスター入れてる。待って待って、まずい、なんとかなる。あ、2票が、うん、絶対、俺ボタン押すね。うん、あ、ボタン押せねえわ、俺。ごめん、ボタン押せねえわ。押す、連打するよ。これ押せるよ、これ押せるよ。ごめん、サボしてくれ。え、どうなってんの俺、なんかもう、ずず生きてる。もう、やめてくれ。やめてくれ。あれ、あ、でもまたバグってる。負けた、負けた、負けた、はい、またバグってる。負けた、はい、なんだこれ。ナイスボタン。もう今日積んなきゃいけないから、まあトリッピーかな、うん、どうだろう。待って待って、本当に俺なの。俺的にはトリッピーかな。なんか僕のこと疑ってたっていう割にはロアエンジンまでついてきて、その後いなくなったから、うん、でエレクトリカル来てないから絶対上の方行ってるから。え、違う、ロアエンジン終わった後は、ロアエンジン終わった後のタスクはストレージ、カフェテリア、ウェポンで最後、あの多分ね、コミュニケーションになったの。ただ俺ウェポンのロングタスクあるのだけは覚えてたから、うん、トリッピー偉い。そのままウェポンのタスク。あ、見たよ、最後は言ってるんだったら、え、あと3人はリアクター側とかセキュリティ側にいたんでしょ。アドミン見た人が最後に俺がウェポンにいることも見てるし、うんうん、俺は正直ナナコさんを全く見てないから、うん、俺目線トリッピーしかない、うん、本当に、うん、あ、ズズをやったのが、これバケーカのセルフだよ。ズズやったあるなら、あ、それもありそう。ズズズやった側ね。待てバケーカのセルフもある。あ、じゃあ6人、うん、5人に言いたい。初日のキル2キル起こりましたね、うん、トリッピーさん初手ロアエンジンからで戻ろうとしてるんで、うん、O2 で戻ろうとしてて、うん、2キルともかかれない、うん、俺バケユカ弁当の上にいたバケユカの方を押してほしい。これは負けちゃう。え、それは誰か止めてきるの。バケユカっぽくはないけどな。初手ローハンキル。テラゾーさん本当に言ってる。ね、バカだよテラゾーさん。ね、6人場面でさ、僕さ、なんでナビ今直しに行ったの。コミュニケーション直す意味ないよ僕、うん、ダブルキル狙うんだったら相方と待ってた方がいいじゃん、コミュニケーション。いやいや、もうダブルキル狙わなかったんでしょ。俺だって全員ボタン待機してたよ、だから僕とテラゾーだけ行ったから。いやー、トリッピーがバケユカって言うんだったら俺トリッピー入れちゃうわ。やばいテラゾーさん、それ本当に行け。いや、ま、マジで、いや待って、じゃあ本当にフルコンさんとアヤポンさんと小色さんに言いたい、小色ちゃんに言いたい。初日の2キルテラ、あ、2キルの時に俺は全く関与できなかった位置にいるっていうことだけ。ローアエンジンまで行けんのさ、初手そもそも。なんかだって行ける、俺ね、初動から早かったから行けるんすよ。今回行けたんだよ、本当に行けたんだって、うん、なんで何のタスクもせずにロアエンジン行くの。ちなみにフルコースなの。え、本当にトリップ違うよ。え、でも小色ちゃんとアヤポンズさんリアクターにいたんでしょ。え、だからそこの2人は違うでしょ。バケーカーあるじゃんって言うとフルコース。バケーカーある、バケーカー。俺はズズ殺しのこと言ってんだよ。ズズ殺しのこと言ってんだよ。俺はこれ待って、俺に言うたら俺ズズ殺しのことを言ってる。トリップに関してトリップだと思う。やばー、終わった、負けた。嘘、いやー、そう、負けたんだろう。わかんない。そうだ、俺目線トリッピーしかいないよ、それだったら。だって、みんな左にいたんでしょ。なんかちょっと、ちゃんと俺が理解できてるかが怪しいねんけど、うん、で、あともう一人は確かにバケユカが怪しい。お互いに殴り合ってんじゃないん。インポスター同士で
あのライン切りながら殴り合ってるようには見える。おお、早っ。あい、押しといたよ。あら、ナイス。もう合ってる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 。うわー、これ合ってる合ってる。ナイス。そうだね、うん、俺もなんかトリッピー確定だと思ってたけど、トリッピー外してたら終わるから、そう、絶対押さなきゃいけない、うん、ありがとう。そうだね、もう分かんない。で、誰かって話なんだけど、どっちかっていうと、まあトリッピーを押した人からその釣りたいとは思ってるけど、うん、まあ、うん、俺バキューかなと思ってないんだよな、うんうん。まあ、みんながそう思うならそれでもいいけどって感じ。セルフはでもね、うん、発見した時一人だったし。最後のところフルコンさんどう思う？ちょっと俺フルコンさんちょっと怪しんでて、うん、最後の場面をもう一回教えてほしい。あ、フルコンはずっと右側いて、アドミン見て、そのナビゲーション側に誰かいるなと思ってズズが生きてんの見て、で、うん、アドミンの方に戻ろうとしたらなって、でズズ死んでてえってなったんやけど、でもトリッピーがウェポンの方にいたんであれば俺目線はトリッピーしかいない。うん、うん、で、あと3人は左のリアクターとかセキュリティとかロワーのあたりにいたんでしょ最後、うん、俺がストレージの左の壁のところにいたら、バケユカとコイロちゃんがエレクトリカルから出てきたのかな。それでロワエンジ側に向かったんじゃないかな。どうだろう、そんな感じじゃなかった、うん、合ってる合ってる。で、アヤポンズさんはどこにいたの？俺それをアヤポンズさんだけ見てない。ロワエンジンでタスクしてた、左下で。 その時一番下のやつやってて、でそこにバキユカさんとコイロちゃんがいて、あ、いるなと思ったらバキユカさんがいなくなって、うん、あ、上に行ったね、うん、あれと思ってたらセキュリティがすぐに、セキュリティで見つけたんだっけ、うん、誰だっけ、誰かを。で、パンちゃんはその、うん、ロアエンジの左下のタスクやるふりする必要もないと思うし、今回ボタン押したし、アヤポンズちゃんは釣らなくていいと思う派、うん、だから所在が何もないフルコンさんかなって、うん、僕はあの、うん、あ、いいよ、あの、まあ、左のキルをトリピーだと思ってて、うん、だとすると右のキルはフルコンさんしかできないかなって思ってる、うんうん、右の、これは右のキルをトリピーだと思ってるから、そこのローラーで村のために死ぬんであれば仕方ないけど、うん、とは思うけど、じゃあフルコンさんじゃないじゃん、うん、そんなこと言うなら、うん、ちなみに俺バグってて投票できません。あら、一応言っとくけど、ちょっと一旦やばいやばい、どうするの。でも釣れてなかったら負けちゃうから、釣る、うん、俺目線は釣れてると思うから俺はスキップします。うん、うん、俺目線はトリッピー釣れてるとしか見えない。どうだった、ごめん、バグってて分かんない状況。11でスキップです。ごめん、止まって。了解です。フルコンとスキップで11。うん、お、そうやな、確かに、まあ俺目線じゃなきゃ心配だよね。深いため息。なんだ今のタラチオ、もう訳わかんないよ。もうタラチオが生きてるよ。ちゃんとアドミンとして反応してる。助けてくれ。あ、助けてくれ。タラチオの亡霊が俺を呪ってる。助けてくれ、もう許してくれなあ。バキューカだけいない。なんか今オレンジの、え、ズズズ、ボーレが俺を悩ましてる。今ズズもいた、アヤポンズ、コイロ、ズズいた。見える人だ俺、やばい。あ、でもん、なんで、今5人盤面やんな。5人盤面で、あ、セキュリティをコイロちゃんとアヤポンズさんが見てて、O2 ピカピカ、もうなんかいすぎるな、またバグった。はい、またバグってる。情報、あ、ごめんなさい、情報を落としたくてボタンを押したんです。使え、うん、ないです。で、ダブルキルっていうか、もうそもそもワンキルで終わっちゃうんで、うん、絶対1人死んでて、トリッピーで釣れてる。そうそうそう、うん、トリッピーで釣れてると。テラゾーもフルコンがめちゃめちゃ押してた、あと僕ね、うん、がめちゃめちゃ押してたから、その2人じゃないと思う、うん、で、ポンちゃんもさっき押してたからないと思う、だからコイロちゃんがラストだと思うけど、うん、って思います。うん、でもまあ、その身内切りの可能性もないあるかもしれないから、うん、その心に留めといて、まあ、作業を進めようかなっていう情報伝達をしようと思って押してました。そうね、バキューカセルフもあるけど、バキューカは鍵広いと思う、だって僕トリッピーめちゃめちゃ釣り押してた。あ、そうかそうか、もうそれトリッピーが黒以外は他釣ってないわけだから、うんうん、そう、トリッピーしかない、バキューカは限りなく白いよ。確かにね、っていう情報共有、うん、そういうことか。だから小色から逃げろっていう、あ、なんかそう、わかんないけどね、小色わかんないけど、うん、うん、
そう、そうなの。全く殺されなかったんだよな。うん、さっき閉じ込められたりもしたけど生きてたな。じゃあフルコーンさんかとテラゾンの中にいるかもしんない、うん、いるのかな、うん、フルコーンさんはさっき投票してないんだよな、うんうん、できてないのよ。で今もねバグってる、ね、なんかすげえバグってる。なんかやばい、あのね、まあ、ないけど、ああ票って意味だったらテラゾーは入れてるもんな。とりあえず、うん、さっき、うん、あさっきは俺スキップに投票した1個前は、うん、私押しミスった、うん、いやもうバケウカの態度がどうもう完全に白かったから、うんうんうん、そうトリッピーがバケウカって言ってるからもうどうしてもっていう理由だったけどね。はい、一緒にいた、殺された。そうなんだ。うん、だから最初の日自分できないのかな。でもその証明してくれる人がもういないからな。うん、それだけ言いに来ました。はい、一人連れてます。はい、はい、そうだね。これ連れてなくてなんかじらしてるんだったら本当に怒るよねえ。さすがに連れてると思う。次の日ちゃんと殺してね。はい、はい、そんなことはないでしょ。はい、もう倒せない。トリッピー破れたり、そうボタン押せないから頑張りましょう。俺は押せません。よろしくします。うん。言えた。はい。どうしよう。俺なんか情報ツールが使えない。なんかズズとタラチョが生きてることになってる。どうしようこれ。あ、ここと知られるでしょ。今アドミン見たらどうなんの俺。待って。俺アドミン2人いたじゃん今や。なんか意味わかんない。ほら、タラチョいるじゃん、もう怖い怖い。あ、俺がボタン押せば、治るんかな。ああ、バケウカに殺されそうで怖い。リアクター。リアクター治ったら俺ボタン押そう。うん。バケウカがしたいって、下からバケウカが来るのか。うつすってお前じゃない。あ、治った。バキオカが治したんかな。うん、バキオカが治したね、今のは。はいはいはい。ちょっと待って。お前はいいのよ、もう。あ、怖い。ちょっと、鳴らすか。鳴らすか。アドミンナビゲーション。あ、もうちょっともう情報がむちゃくちゃだ。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。ちょっと、俺が鳴らせば何か治るかもしれない。はい。お、あれ直らないかもしれない。ちょっと画面バグりすぎててっていうのもあって、はい、自分で押しても直んないの？うん、自分で押しても直んない。タラチョウとねズズがね、タラチョウとズズがねバツついてなくて、俺からずっと生きて見えるし、アドミンの表示にも見えるからもうなんかわけわからんくなんねん。だからまあちょっと時間も経ったってことで押してみたんやけど、うん、すみません、うん、特に進捗もないですね。まあ、はい。しょうがない。うん、はい、で俺からまだタラチョウとズズはなんか半死人になってるからバグ直ってないかもしれない。うん、頑張ります。はいはいはい、あそこあと1個で終わる。あ、俺2個かな、あと、うん、2個、俺はあと2個ぐらいかな。うん、わたらだ、まだある。あ、どうしよう、はい、え、死んだらどうしよう、うん、ちょっと、うん、怪しいやつ筆頭候補についていきたくはないと思うけどねえ。いや、まあそう、まあ、でもヒーローは死んだらめちゃめちゃタスクが進められるようになるから、うん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 、やっぱ一人にして死んどいた方がいいまであるかもしれない。なんでそういうこと。あ、ごめん。あ、結構まだタスクあるね。攻撃してるわけじゃないの。攻撃、ごめんね、違う、今から戦うよ。うん、今から戦うよ。何それ、なんだ、うん、戦うんかい。え、だって戦うとき言ってって言われたから。戦おう、戦おう、ついてっていいのかな。いや、ほんまは今のボタンこんなことに使いたくなかったよ。結構重要なボタンやからな、このボタンって。ほら、タラチョ生きてるな、ズズも生きてんな。結構重要なボタンやからさ、俺な結構ボタン消費していってるから、ちょっと待って、俺ちょっとタスクやっていい、ここで強端にもタスクをやるという選択肢。よし、え、
14。あ、やばくね、やばくない、やばくない、うん、治る、クイロちゃんやってなかったよ今、怖いな、怖いな、怖いな、うん、クイロちゃんじゃない、うん、コイロちゃんじゃない、こういうとこでボタン押したくなるなー、なんか、あー、ちょっと待って、ズズは関係ないね、もう、俺を惑わすな、ちょ、アドミン情報とか、もう意味ないからな、指定で直しに行きます、はい、で、はい、バキユカ、コイロちゃんっぽいよなー、コイロアヤポンズ、うん、ん、小色あやポンズ、うん、お前はいいね、突然出てこないでくれ、おい、で、これやったら終わりなのよ、 OK、 うん、で、さて、よっしゃ、タスク終わった、終わった、わけ言うか、ストレージに2人、カフェテリア、うん、ここわけ言うかやってくれるかな、やってくれるよな、やってくれた、オッケーオッケーオッケー、んで、これここやります、うん、18902、誰かやってると思ったらずずたらちょうでした、オッケーオッケー、バキユカ、バキユカ違うっぽいな、やっぱ小色ちゃんやな、これちょっと見つけるしかないぞ、もうややこしい、ちゃんアヤポンズ、人が多い、こんなに多くないのよこの盤面めちゃくちゃ人いるバグりすぎや、あ、タスクで勝てる、俺終わったぞ、うん、タスクで勝てる勝てる、あれテラゾーはどっかで死んだやろこれ、まあでもテラゾーが死んでたとしても、あのこの盤面ちゃんとタスクで勝てそうな感じはするんやけど、うん、バキューカちゃんと直すよねこれね、あれ、え、今あれ、ん、俺やってないのに直ったぞ、あれ、タラショウがやった、うん、意味わからん、アヤポンズ、コイロ、まあ、この4人よな、テラゾーでどっかで死んだんか、残りタスクやってったら終わるよね、死んでない、うん、はい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 、なんか終わりそうな雰囲気がしてきた、はい、停電のどさくさで死んでないか、大丈夫か、アヤポンズさん、うん、リポートリポートリポート、ああ、乗った、またバグってます、マジか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 、誰か死んだ、マジか、どこどこ、バキューカさんが死んだ、え、カフェテリアです、カフェテリアの真ん中のボタンの下ぐらい、カフェテリア最後、あ、停電してのやけくそ切るよね、うん、これ、うん、嘘、エレクトリカルどっち回りで行った、うん、これ、うん、これまっすぐカフェから降りてストレージでエレクトリカル行ったよ、最後も本当、うん、ついてる、え、ついてなくない、うん、あれ、これちょっとタスク残り量やばいから、うん、今回釣らないとまずいんだけど、うん、そうだね、一応タスクは全部終わって、うん、俺も終わった、コイロちゃんずっと最終位置、みんなどこらへん、ストレージ、ストレージらへんかな、うん、下行った、あの電気消しに行こうとして、それお互いに確認できてる人いる、暗いから見えてないと思う、暗いから、うん、そっか、でも左上のタスクやってるのはコイロちゃんがやってるのは見たよ、最後誰かやってるかなと思って、あの、うん、やられそうと思ってリポート連打をしながら行ってたから、下の方に、でもフルコンさんちゃんとリアクター直したりしてたんだよな、うん、あ、でそう、バキューカと一緒に直して、バキューカと一緒にO2も直したし、うん、
結構俺が直したよ。もう終わったしね、俺。うん。フルコンさんと結構一緒にいたけど殺されなかったんだよな。うん。ポンズさんはどう思います？ポロちゃんとずーっと一緒にいたけど、一定距離は取りながらやってて。どう、そうか。じゃあ、わかんねえな。ちゃんと見ないようにやってて。うん。でも逆に結構そのみんなで集まる時が多かったから人狼はやりづらいだろうなと思いながら見てて、最後電気消えた時に一気にやられたんだけど、その前にバキウカさんは多分ねずっとカフェテリアの上にいたのが私最後かな、バキウカさんの目的では。っていうか釣らないとまずいんか。ムスクロタスク悪くない？これ終わってない人だ。誰だ？タスクやったけど、あと1個とかじゃない？あれ終わってるよ。小色がタスク終わってないんです。うん。じゃあ小色ちゃんについてって終わるんじゃん。コイロちゃん終わってないんだったらフルコンさんじゃない？俺終わってるよ。終わってんの？俺もフルコン終わってるよ。うん。じゃあもうついていって終わらせるまであるかな、うん、むしろなんかあの、釣ろうとしてたテラゾーも怪しく見えたけどな俺。うん、今のでじゃない？釣らなくてよくない？でもまたバグってるからな俺。あ、ちょっととりあえず、はい、なんかここもうちょっとかな、もうちょっとかな、真ん中から来ました。でこれぐらいで着きました。あー、トラチオが直してない。あれ、あ、いや、コイロちゃんについていこう。はい。うん、あ、これ給油のやつやな。これで終わりかな。はい、終わらない、終わらない？うん、え、なったわ。あ、休暇も見える。980503。うん、あ、負けるんだけどこれ。もう何なんだよ。勝ちました。何なんだよこれもう。何で勝ってんのよ。何なんだよこれもう。O2 で勝ったか。意味わかんねえよ。O2 で勝つとは思わんかったか。いや、マジで神、マジで神。テラゴちゃん。なんでじゃないや。アヤポンズコイロやろ、もう、ちゃんと。アヤポンズコイロやろ、ちゃんと。なんでよかった。いや、マジテラゴちゃん、神。違う、あれ、タスク勝ちできんかったの。うん。おい、さっきタスク終わってなかったやつがいるはずだ。誰だ？あー、コイロちゃんだ、しょうがねえや。しょうがねえ。ほんとギリギリだった。それは。フルコンさんじゃないんだ、もう一人。違うよ。トリッピーとテラゾさん。俺が殺されたって俺の死体の上を堂々と歩いてたよ。トリコンさんが見えてない、見えてない。っていうか多分やっぱもう俺ズズ生きてると思ったけど死んでたんやわ。じゃあ俺の上を堂々と踏んで歩いてたよ。じゃあどこどこどこ。ちょっと待って、俺これセーフみたい。ダメだ。あ、そうだね。今後っていうか、タスク、あれ、自分が残ってると思ったら、うん、それ、一戦した方がいいね。うん、右タスクやほ。これじゃ今、先般のこと、正反って言ってた、ずっと。そう、つくの、つらかった。お前とテラソー、うますぎるよ、お前、あれ。うん、うまい、酔い冷めてるじゃん、もう完全に。だって、マジ、テラゾーさんにクソライン切られた。マジでうまい、あれ。うん、いや、もうこれ、トリッピーを一番最初に押すしかねえなって、うん。バケが釣れるかなって思ったのに。テラゾーさん、早いなと思って。バケ床は正直殺したくなかった。あの、バケ床についていきまくって、ね、バケ床に俺が緊急タスク全部解決するところも見せて、めちゃめちゃ信用取ったつもりだったのに。殺さざるを得なかった。その瞬間さ、タスク残っててやべえとか言って、何言ってんだこいつってなったよね。霊界は霊界で今ね、7個カウンセリングしてるところだから、すごいやっぱいい。しげ、おめえがされてんだよ。確かに。フルコンさん、さすが最後、
疑ったね俺のことね、うん、いや素晴らしい。だ俺目線ね、あなんかね俺目線ね、寺蔵がそもそも単独行動死ぬほど撮ってるように見えてたんやけど、あなんか見えてなかったっぽい、ね、俺バグで。あなるほどね、一回部屋変えます。あじゃあ、うん、あ今一応俺ゲーム再起動してきたけど。